こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。キララファンタジー始めていきたいと思います。まずこちらですね、メインじゃなく、エトワリア夏の一幕シナリオクエストっていうのがありますので、そちらをプレイしていきたいと思います。だらしないわね。フレンドですわかる。いいね、来たい来たい。これも萌え豚ども、ハラパン。それならなるほど。パン、きれい。ドレスだな。ですね、間もなく400いきますんで、通常のこちらですね、ガチャも回したいと思います。で、今回のメインはこのメインクエストの続きになりますね。ちょうどスタミナ消耗2分の1なので、プレイしたいと思います。敵のタイプがこれなんで、紫でいきますか。ちょっと落ちるな。紫月ですね。やっぱりちょっと能力が落ちますよね。月になると、ソルトです。ソルトがばらまいた偽の情報に惑わされることなく向かう、それは秘密があることの証明です。ただ情報収集の方法は普通の聞き込み、魔法を使っての探知を行った様子もありませんでした。そうなのか。コールのようにソルトの深く知らない魔法を行使した可能性も否定はできませんが、薄いです。つまり収集方法に秘密があるのではなく、精度の高い選別手段が存在しているということです。精度高い選別手段。そうであるならば観測だけで判断するには情報不足です。確かに。計画を次の段階に進めましょう。この先からパスは感じられています。きっとナギさんのだと思うんですけど。大丈夫だよ、そんな不安にならなくても。だって私たちもそうやって見つけてくれたんでしょ。待ってください、キララさん、あれ。どうした、ホクロモンだ。 ABC、 クロモンだ。ということはパスを信じて正解みたいだね。なら行かないとだよね。近づいたら撃つよ。無慈悲。無慈悲、確かに無慈悲。とどめをさせない。近づいたら撃つよ。あと1体。
戦隊だからね。あ、死んだ。いっそう。こっち来るな。必殺。なんだっけ。囲まれて。やっぱり強い。倒しましたね。わーいわーい、勝っちゃった。勝ったはいいものの、アズニャンがアズニャンが犠牲に。お、ここで400超えました。では召喚に移りましょう。今日も精一杯お手伝いしますね。の前に、そうです、こちら24日まで1日1回無料の10回召喚やってます。こちらを先に、行きたいと思います。さあ、昨日は星5誰だったかな。星5が、1人出ました。開きますよ。さあ、今回も頼みますよ。村上椎名。星4以上来い。来た。ノイベント、グッドライフです。星5来る。誰だ。ゆずこ？ゆずこじゃない、ゆい、ゆうしきのゆいだ。先生かな、学校暮らしの。これも星さん。すごいですね、太ももが。ナズナ。さあ、星4以上だ。来い。星4、若さ。これもう出てるんですよね、確かに。ナギか。さあ、これも星4以上だ。来い。あー、ソーニア。星4ソーニャ。これももう出てます。ちょっと不安定になってる。竹本ひふみ。せい出てるキャラ多いですね。ありがとうございます。頑張ります。星4ユイですね。ユイのポイントは敵単体に風だれ属性の特大ダメージ。サバサバした性格のしっかり者。CV 津田みなみですね。キララファンタジア始まるって。そろそろ始まるぞ。キララファンタジア1位ユイです。5月1日生まれ。こそばいのダメだから。脇腹とか絶対ダメだから。イケボですね。おお、なかなかデフォルメもいいです。やっぱりスキルが大事ですからね。ここはまずは村上椎名覚醒、そして星4の若さが
そうですね、覚醒しまして大きく能力を上げました。ソーニャちゃんも覚醒です。星4です。とっておきレベル。今はこの方々とつながりやすいみたいです。さあこれがメインですが、ステップガチャ、今ステップ3まで行っております。この提供が星5はいろいろいますね。おまけもあるんですね、いろいろ。星5確定チケットがもらえますんで、この星5確定チケットが欲しいという次第です。行ってみましょう。さあ頑張れ。まずあぎりです。あぎりですね。ブレンド S にこんなキャラクターいたんだ。ナギ、星さんばっかりですね。うー、星さんばっかり。ハズレかな今回は。さあ星4以上だ、来い。秋元ひふみ、これ初めてですね。るんちゃん、微妙に回る速度が変わるんですよね、星4だと。さあ星4以上だ。お、また星5来たぞ。これはひょっとするかもです。さあ誰だ。ん、なんか見た。いや違う、小羽だ。アニマエール小羽です。アニマエール好きでしたからね。魔法使い、よろしく。星四初登場の時元ひふみ魔法使い。大空翼、鳩や小羽、魔法使いになりました。大空翼、思えば人を元気にするチアも魔法みたいだよね。応援依頼ならエトワリアでも受付中だからね。うん、小羽は嬉しいな。すごかった。ありがとうございます。すごくやるやん。さあ、アギリさん。もう星さんはあまり関係ないんですけどね。得るものが高かった、10回ガチャとなりました。嬉しい。さあ早速トレーニングに回しましょう。トレーニングしなきゃね。小羽、エキスパート。じゃあちょっと行ってくる、待ってて。いや揃ってきましたね、力のある人が。進化は誰もしない。限界突破は頑張るゾイの人はしとかないとな。
またお願いするかも。星5が2つも出ましたよね、この動画では。素晴らしい。さらに、トレード行きましょう。求めているのは、今回通常効果になるんですかね。お、なんか進化セットなんてある。シンカリオン、なるほど。メダルと交換できんですよね。水属性を交換してあげよう。交渉成立。進化セットなんてあるんだし、久しくシンカリオン。さあ、ここですね、限界57なんで、ナイトの星結晶に変えます。交渉成立。果実も意外と少ないんですよね。交渉成立。1しかなかったりする。交渉成立。で、これも、これでプレゼントをもらいます。おお、100万のコイン。これは大きい。他にもいろいろ大進化種、超進化種とか選ばれますね。この、進化セットは買った方がいいですよ。お金も含めて大稼ぎできますからね。お得です。さあ、クエストに戻りましょう。メインクエストです。17節。スタートです。今回も、月属性になりますよね。ハズニャン の弱さが心配ではありますが、月属性そんなに強い人いないんだよな。みんな私にフォロー。まだ出てくるか、けどこれなら間違いなさそうだね。バトル？バトルです。近づいたらぶつよ。水着じゃ全然防げない。水着じゃ全然防げない。全力で花行きます。私とよさこいしませんか。3、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 
普通の攻撃。やりました。これでおしまいかな。お疲れ様です、キララさん。これで先に進めますね。パスはこの洞窟の中からかな、多分。あれ、洞窟は意外と暖かいね。どういうことだろう。
これだったら外にいるより快適かも。お二人ともどうされましたか？そんなに洞窟から離れて。ゆうこ、お先にどうぞ。急に何やの？こんな暗い洞窟、一人で入る無理や。どうしたんだろう。ああ、洞窟が怖かったんだね。お化けとか、クマとか、おるかもしらんや。怖そう。パスは一人しか感じないけど、さすがにお化けとかがいるかはわからないからね。来たろう。せやから怖いんや。けど、中に多分ナギがおるんよね。行かないと。なら、勇気を出して。やっぱり、トル一緒に行かへん？そうだね、このままだと、いつまで経っても動けなさそうだし。なあ、そこに誰かいるのか？あ、この声は、ナギ！うちや、ユウコや！なんでユウコがここにいるんだ？それは、説明するの難しいや。いいね。そこら辺はキララさんに任せる方が早いかな。ナギ、早く出てきなよ。トールまでいるのか？もしかして夢か？夢じゃなくて異世界なんだってさ。世界転生の話。説明したいから早く出てきてよ。いやけどな。どうしたの？何か出てこれない理由があるの？捕まってる？もしかして中でクマに襲われたりしとるんやないの？そんなことない、無事だよ。ただその外って風が冷たいだろう。お、そんな理由なんだ。大事だろう。真っ先に雨風をしのげる場所を私は探したんだからな。捕らえそう。ここはいいぞ。ちょうどいい暖かさなんだ。脱出したくない。なるほど、それは確かに一理あるね。一理あるが。そうだろう、そうだろう。って今の声聞いたことないの？誰か他の人もいるのか？うん、炭酸2号と2号、あと2人いるよ。炭酸2号ってなんだ？ほら、炭酸2号、泣いて。にゃー。待って、シンプル。さっきと同じ声じゃないか。喋るのか、炭酸2号。うん、喋った。わかった、出るよ。あ、出てこられました、ナギ様です。本物かな。うわ、寒い。寒いんだ、冬。ナギ、戻ったらあかんて。寒がり。さあ、まだ続きありますね。行ってみましょう。今度は炎属性です。メンバーこれでいいかな。結構最高レベルも気がつけば上がってきましたよね。どんどん成長してる感じ。白ならぬシャロ。いや待ってよ、白よりこっちの新人スタッフさんのシャロの方がいいかな。レベル80だし。世界転生。なるほどな、大体は理解したよ。でもさ、炭酸の方が可愛くないか？うん、2号も悪くないんだけどね。いや、散々撫で回しといてそんなことを言わないでくれるかな。確かに。やっぱり風が吹くと外は寒いな。洞窟の中の方が全然暖かかったよ。ナギは寒がりやもんな。トールも来る前にちょっと肌寒い言うとったけど、それはユウコたちの格好のせいもあるだろう。二人ともなんだそのお腹は。いや、なんで急にうちの脇腹つつくん？目の前にその理由になってへんよ。やめてって。痩せているアピールか、ダイエットいらずか。お、皆様やっぱり仲がいいのですね。
の説明だと、その聖典に私たちのことが書いてあるんだっけ。キララ聖典。なんや、盗み見られてるみたいでちょっと恥ずかしいな。盗み見やべえ。そこで笑われるとちょっと怖いんだけど、あとはとにかくルンちゃんを見つけないとね。あと一人ですよね。やっぱりトールはルンが大事か。ごめんな、先に見つかったのが私で。ルンちゃんは大事だけど、ナギもユウコも無事でよかったよ。トール、それにある意味ではナギが先に見つかってよかったのかも。え、どうして。どうしてだ。ナギ、大変なことあると結構食べちゃうでしょ。放っておいたら今頃ものすごい後悔を。ちょっとだけだよ。大丈夫、太ってないからな。絶対に太ってないからな。大丈夫です、ナギ様。さっき説明した通りです。え、ここでいくら太っても元の世界に戻ればなかったことになります。なんと。本当か。ならますます早く戻らないと。どうしたん急に黙って。今のランプの言葉ってさ、太ってないとは言ってくれてないよね。なんと。あ、せやな。そんなことありません。ナギ様は太ってるじゃなくて、デブじゃなくて、で、ああ、ごめんなさい、ナギ様。今のは言葉のあやです。気のせいです。ああ、ランプってばまた同じ失敗をしてるよ。とにかく早くルン様を助け出しましょう。そうだね。あとはルンちゃんだけ。キララさん、早くルンちゃんを感じて。ちょっと闇化が。ヤンデレ化が進んでるトールの。ちゃんの笑顔を思い浮かべて、一緒にいると元気が出てくるような。パスを感じるのってイメージの問題なんだっけ。そうなの。トールさんがそうおっしゃるのなら、そういうこともあるかも。ああ。やれやれ、ランプに聞いた僕がバカだったよ。確かに。あれ、どうしたの。ま、トールさん。違う、もっとキラキラしてる感じで。どうしたの、ランプ。あ、あそこにルン様が。え、もう。え、トール、なんと、もうすぐに登場。ルンちゃん。あら、たく、いい表情になっちゃって。トールはほんまにルンのことが大好きやな。待ってください、トールさん。おや、どうしたんだ。何。おいキララ、今のトールを止めるのは危ないぞ。まさか。その方は違います。偽ルン。その方はクリエメイトじゃ、ルンさんじゃありません。な、嘘やろ。え、どう見てもルンやん。せやな。そうだよ、ルンだよ。早いよな、ルーンの登場。本人もそう言ってるやん。でも違うんです、トールさん、私を信じてください。パン、またトール。もうお腹空いちゃったよ。ルンちゃんは食べるとしたら何がいい。お肉、お肉。やっぱりそうだよね。いいよ、お肉食べよう。けど間にさっぱりしたものも挟まないとね。大事。そうだね、お野菜とかも食べないとね。栄養バランス大事。おや、キララさんの言った通りだったね。やっぱりルンちゃんじゃない。なぜわかる。ルンちゃんはお肉の合間にさっぱりと鶏肉だって食べ出すんだから。なんと。全然さっぱりしとらんやん。普通はサラダとか甘いものやあらへんの。いや、ルンはそう言い出してもおかしくない。つまり本当にこのルンは。よくわかりましたね。おや、ソルト。ルンがルンやなくなって、誰やのこの子は。
見間違いじゃないよな。丸耳まで生えてるけど。ソルトの変身は完璧でした。見破られるなんて計算外です。計算が狂ったのはあなたのせいです。コールを使う召喚師アルシーブ様の敵、名前は確かキララと言いましたか。ソルトはそう甘くありません。シュガーとは違うのです。シュガーの邪魔をし、今度はソルトの邪魔をする。おや、計算外の要素はここで排除します。さあバトル。甘いですね。なんか弱いなソルト。まずはザコを倒して、これ3面だからおかしいな。とりあえずここは放置に行きますよ。計算は止めてくるというのですか。どうだ。 OK。 さあこれでシュガーの分もこれでソルト38,000。ザコを倒した方がいいのかもしれんな。こうダメージ与えますね。さあ今度は桜トリック、これ確かゆうちゃん、ひどいゆうちゃん。回復ですね。そうです、ディフェンダーショーアップがあります。誰がいいかな。ザコを倒しました。重ねてこれにお願いします。えソルトも期限になります。クリティカル耐えちゃって、当たってください。いくよ。計算上ソルトの優位性をさらに増していくのです。残念、計算上その日でした。まずいですね。一泡吹かせてやるんだから。間違えたかな。回復したが、えい、シュガーには見せられません。さあ来た、頑張るぞい。先に行くんです。こうやってこうして、いい感じ、一発勝ちました。私たちの勝ちです。やりましたね。案外弱かった。まあもっと本当は本気出すんだろうなっていう気はしますが。これで終わる気がしませんね。ひとまず本日ここまでにしときますかね。やったらまたやったで長くなりそうなんで、今回はキャラの中で新たに、あ、今3人いるんですね。その中で、このユイと、これは前日手に入れた星5ですね、花。そして小羽を手に入れました。非常に大量っていう感じがします。ヤスナか、ヤスナはヤスナ進化させよう。ナイトがいけますね。ガオー、これが今年の真の巣。
よ。はい、というわけで結構、これで13人、13キャラが星号となりました。まあ唯一月がないのかっていうのは落ちる部分ですけど、あの6属性の中で月キャラだけがまだゼロなんですけど、だいぶあの 星5のキャラも揃ってきましたので、これで快進撃できればいいなと思っております。というわけで、戦力も強化されたということで、次回をお楽しみに。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。1000人を目指しております。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。高評価もぜひぜひご協力よろしくお願いします。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。